合唱するサークルで、水曜日が常任指揮者の練習で外部から本物の先生を呼んでやるんですけど、土曜日は学生指揮者の練習で学生主体でやっています。大学の中の施設も使うし、大学の外の公共施設も使ってます。大体40人くらいいます。ラテン語の宗教曲だったり、日本語のポップスとかも歌ったりしてます。それ全然関係ないと思います。初心者でも楽しめるし、経験者でもやりがいがあるサークルになります。練習終わりに行くご飯です。バーベキューです。合宿とエコマスクです。やっぱり定期演奏会ですね。高校3年生からです。中学1年生からです。高校1年生からです。大学入ってから始めました。法学部です。経済学部です。小学部です。文学部です。総合政策学部です。国際経営学部です。東京都です。山梨県です。埼玉県です。京都です。北海道です。塾の講師をやってて、もう全然両立できます。長期インターンシップっていうのに参加してて、両立はできてます。私も検査してるので、歌が好きだったら全然できると思います。みんな優しくて、でもやるときはすごいしっかりかっこよくやってすぐになります。個性を持っている人がいっぱいいるので、その個性もみんな尊重してくれてるみんな居心地にいいと思います。休憩時間は3時間に過ごしてるんですけど、練習してるときはちゃんとしてる。メリハリがあります。結構レベルの高い音楽が学べるので、かといって全然初心者の人もかついてこれないっていうこともないので、気づいたら合唱に乗り込んでるっていうのが一番いいところかなと思います。他のサークルよりもいっぱい思い出作る機会があると思うので、5年間より充実にしたいっていう方にはおすすめできるサークルになると思います。経験者の方も初心者の方もぜひぜひお待ちしています。一緒にやりたいときは楽しみにしてます。